どううお疲れ様ですそうなんですそなん私はねマージャン店をやりながらネットビジネスの方に移ってきた時に自分のできることは何かなと思ったらとりあえず人に会うこととかなと思ったんですよねで24時間365日私がネットビジネスのことに関して面談をしますよって言った時にそれこそ24時間365日やっていて誰も来ないってことはもう最初からそこでね目がないっていうことだっていうふうに思ったんですよね。 で、あとねこの経験をあの六本木ヒルズでお話した時にあの他の方でねあのミュージシャンの方で会社員やってる方があの同じような形でビジネスやってたんですよ。それは何かっていうとあのギターを教えますよみたいなね、うん、そういった楽器を演奏するスキルを 売るコンテンツを作ってネット上で売ってたらしいんですけども売り上げは全く上がらないんだっていうふうなことを言われてましたでその方と私の違いっていうのは何なのかなっていうふうにあのマスターがね先生がね言われていたのは何だと思いますって最初に聞いた時にあの答えがねやっぱ出なかったんですよねで言ってくださったのは直接お客さんに会ってるかどうかなんですよっていうふうに言われていて、まあ、確かに私の場合は毎日人に会っていた だから販売もしやすかったってところがありますし信頼関係を高めるためにねあの最も身近な方法をとったのかなと思いますけどもやっぱりネットビジネスっていうね言葉がまあ,あの雲をこうつけたんだと思いますけどもフィルターをつけたんだと思いますけどもネットビジネスといえども最初は人に会って会って話して話してそういったことの繰り返しをしないと、うん、いわゆる徐々に徐々に,徐々に 会わなくてもできるようなネットビジネスっていうところには育っていかないんだってことですよねでそのミュージシャンで会社員の方はあの会うことに決めてですねセミナーをやったらしいんですよそうするとあの何人かの方がね来てくれてそこに8万円だかなんかの有料商品が売れたっていうことが次の月にはねあの同じ六本木ヒルズで発表しるったかなっていうのが思い出になりましたでその時にその方が私にですねあの、ま、久保さんのエピソードを参考にしてやってみたら売れたんだってことでね 結構いい感じで関係を持つことができてその方とそっか塾のテーマソングをね作ってくれたんですよね <laughs> 非常に嬉しかったですねじゃあそのそっか塾のテーマソング概要欄に貼っときましょうかこれを聴いていただければ幸いでございますそれでは